お疲れちゃんです、ラットです。今日ですね、なんと今緊急のねバランス調整が来ました。はい、チャンピオンがまあ強すぎだったり弱すぎだったりいろいろあったので、まあそれのね修正が来ましたと。なんでそこちょっとね今軽く説明したいなと思います。こちらを見てください。さあ、こちらねカブトムさんという方がツイッターの方ですごいまとめてくださってるんですが、まあ今回ね修正あったのがアッチャクイとスケルトンキングですね。でアッチャクインが大幅下方をまず説明していくんですけど、クールダウンですね、こうスキルを使って、次のスキルを使うまでの時間が11秒から15秒になりましたと。で今まではアッチャクインのねスキル透明化防衛で使って、最後ね攻めで橋渡ってから使えてみたいな、その2回使えるのがマジ強かったんだけど、15秒だと2回使えない場面がね増えてくるのかなっていう。まあ、アッチャクイの出す位置とかスキル使うタイミング次第ではまあ2回使えると思うんですけど、そこね1回しか使えないってなったらちょっと弱そうだから、防衛では使わなくて攻めで使うみたいな、そう取っとかないといけないかもしれないですね。であとは効果時間ですね、まあ、透明化攻撃速度が上がってる時間が 3.5 秒から3秒に下がるので、まあこれもちょっとだけ弱くなった。まあでももともとアッチャクイぶっ壊れだったので全く使えないかって言われるとそうではないとは思うんですけど、ぶっ壊れかって言われるとそうでもない気もする、うん、まあなんか普通なカード、普通なアッチャクイになっちゃったんじゃないかなっていう、まあ使えないことは全然ないと思いますね。で、もう一つがスケルトンキングですね。これはもう完全な強化なんですけど、攻撃力がね、シンプルに上がりました。ゴブリンすらワンパンできなかった。マジでね、本当に骨だったんですけど、ザコキングがそこそこのね、はい、スケルトンキングになれるんではないでしょうか。そして攻撃範囲もね、上がりました。僕も知らなかったです。僕、スケルトンキング何回か使ってたんですけど、単体攻撃だと思ってたんですよ。それ実は範囲攻撃だったんですね、この子。で、その範囲がまあ広くなったことによって、スケルトン部隊とか出された時にまあ対処しやすくなったりとかで、スキルもね、よりなんか早めのタイミングで使ってもいっぱいスケ湧いてみたいな、まあ、全体的な、ね、強化がありました。で、あとはボーラーとかでノックバックしなくなりましたよって、ウッドはね、ノックバックするみたいですけど、それ以外のノックバックはしなくなったみたいなので、まあ、使い勝手は良くなったのかなというので、まあ、使いながらね、はい、見せた方が早いと思うのでやっていきたいと思います。さあ、まずはね、スケルトンキングの方からやっていきたいと思います。で、今回2体のチャンピオンが修正されたんですけど、ゴールドナイトだけはね、修正されずですね。でね、ぶっちゃけゴールドナイトが一番強いんじゃないかなって僕は思ってて、今ね、3つのチャンピオンの中ではね、そう、修正下方されてよかったんじゃないかなっていうぐらいちょっと強いと思ってます。まあ、今回のこのスケルトンキングがどれぐらい強くなったのかにも、まあ、よると思うんですけど、やだよ、マジで。なんで初戦から俺小屋とやんなきゃいけないんだよ。まあスキルはね、この小屋には相性いいんだけど、スケルトンキングがどんぐらい頑張ってくれるかもまあよるっすよね。さあ、これめっちゃ暇だな。ファイブ打つとね、やばい気もするんですけど、打ちます。で、まあ今回はスケルトンラッシュとか打たずに、まあ時間潰しみたいなね。そういう感じで、だったらまあ一旦ネクロとかね、しっかり耐えていこう。さあさあ、スキルね、使うのちょっと難しいね、これ。やばいやばい、やばいね、これ。やばい。いや、もう一回スケ出してくれるとよかったんですけど、これ多分ね、やばいっすね。魔女が来ちゃうっていう。やばいよね。いや、来るよね、やっぱり。だよね。これはもうね、やっぱ厄介なんで、早めに処理しちゃいます。パー5打って、まあ、スケルトンキング、攻撃力が上がったって感じなので、まあ、HP はね、あんま変わらずと。まあ、今回はあんま活躍しなさそうだな。でも相手がゴブリンとかなんだろう、ナイトとかで受けた時に突破しやすくなったぐらいの感じだから、結局バルキリーとかでさ、当てられちゃうと、結局なんか骨だしな、みたいな。なんかね、あんま活躍できる場面が本当にあるのっていう気はしてる。うん。さあ、非常にまずいんだよね、小屋が。小屋がね、非常にまずいんだよね、俺。うん。さあ、こういうのも、あ、これもう無視して、一時交換した方がね、いいと思うんですよ、これ。真面目に戦うのね、めっちゃきつい気がしたので、まあ、インドラぶっ刺すっていう意味で、どんどんね、仕掛けていきます、ここは。いやー、頑張れ。いや、いいよ。いや、これで落ちてくれれば、全然いいの。もう一時交換した方が楽だから。いや、一時交換もできないのか？いや、頑張れ。マジで頑張って。いやー、ザピオくんもいたー。さあ、そんなわけで、あ、君、おい、ゴブが、これ絶対5コスだろ。5コスで置いとけばいいだろうと思ってんな。きついの、それが。さあ、スケキンね。あれ？強化されました？ちょっと待って。本当に、待てよ。あ、今んとこわかんない。今んとこマジでわかんないけど、頑張ってんの。さあ、スキルをこれ使ったところで感がすごいんだけど、どうしようかな。え？さあ、とりあえずちょっと5ヤーの雨でダメージ稼いでいきましょう。さあ、ダメージ稼いでもらって、で、問題は、あれ待って、俺、え、うわ、負けたな、これ。待って。最後、豚あげるか。え、これ負けだよね。
ちょっと待って、え、許可された？ちょっと待って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 、小屋強くね、ちょっと待ってよ、なんかやだな小屋めっちゃ俺あげるけどさ、ちょっと待って、もう一回行こう。スケギンわかんない、これじゃわかんない、さすがに今のわかんないよね。強化されたっていう、攻撃力上がったのを証明するシーンあったっていうね感じだったので、なんか正直弱いんちゃうって思っちゃったね。まだ弱いんちゃうって今のは思ったので、さあちょっと切り替えてね、スケキンで勝ちたい、スケキンで勝ちたいぞ。全然だったぞ、多分圧着がまだ強いのかな。さあこの後は圧着も触れたいんですが、まあ、スケルトン部隊とかね、ネクロのスケが、まあ、死ぬぐらいのタイミングとかでね、スケキン出せたりできると熱いんですけど、スキルをね使わなさすぎるのかもしれないけど、2コストなんですよね。2コストでの使うタイミングミスったらもう一瞬でね無駄になっちゃいますし、無駄になっちゃいますし、そう気をつけなきゃいけないんですけど、さあ暇なのでさすがにスケブサイていきます。スケキン、スケキンね、回っておいで、もう出てこなくなっちゃったじゃん。さあベビードラー、まあ、ベビーで待ってくるイコール、まあ、ゴレからアバの2択でしょうと。で、5打ってくる。まあまあまあ、ここはね、1回見捨てて。まあ、ベビー5ってことは、まあ、ラバクロか、ロイとか、まあ、その辺になってくるのかな。さあ、スケキン。スケキンね、活躍できそうだけど、インドラ。これさ、行ってよくないみたいなとこない？スキル使って、インドがさ、これ結構、ああ、なんでそっちに行く？なんでそっちに行く？そして、ラバホリー。いやこれ一回ステイしましょう。多分ドラドラタテスさんなのかな。まあ、スケキンのスキルもね、使うタイミング次第ではインドラのターゲット取れるし、まあ、なんかプレッシャーに、ね、なりそう。今回はね活躍しそうだな、あるよね。さあ来た、これはまあスケルトン部隊でねカード回ししながらプレッシャー与えていきましょう。さあゴブオリと、多分バルーンじゃない気もしてます。うん、すごい棒読みなんだけど、さインドで溶かして矢打てばいい話って感じかな。バルーンを一応、あ、オッケー。さあ、ラバから溶かしていきます。で、矢なの打てば、まあ、ザップワンチャン飛んでくる。飛んでは来ねえか。さあ、あ、これさ、俺、スケルトンキングとめっちゃいい感じにできれば今熱かったね。まあ、さ、出してあげて、これスキル使おう。スキル使って、あー、スキル使ってタゲ外したかったんだよな、今。まだこれだけでも地味にうざいみたいなのがある。さあ、まあ、スキルちょっと弱いんでね。6台しかいなかったのは、まあ、これは僕が悪いですね。しっかりね、組み合わせてあげないと。で、縦線範囲でなんか地味にね、ちょっかい出してましたね、今。さあ、まあ、これは普通にインドラ大量生産してあげれば、まあ、相性的にはすごいね、悪くなそうと。あと、スケルトンキングも意外と刺さりそうなので、ちょっとスキルを活かしてあげながらね。さあ、ネクロとかさよならしてもいいので。あれ、ちょっとさ。行かれていい、行かれてもいいから、さあここでねスキルを試させていただこう。でさ5打ってスキル打ってからのスケートラッシュで矢なめ打つ。そしたらもうスケがあふれあふれよ。いや多いな、やりすぎだな矢なめかい。待って待って待って、全然いなくなっちゃったんだけど、本当に本気で言ってる？え、これ本当待って、もう今さ勝ったんじゃねえかって正直思ってたんだよね、もう今ので全然通んねえな。びっくりした今。さ、マジで、普通に負けそうなんだけどな。スケキンである必要あんのかなって。ね、インナーとかもちょっと地味にね、厄介で。いやー、下に打ってくれ。いやー、そっち打ってくれ。もう全然いい。さ、スケキンの蓋がちょっと早い気もするけど、ちょっと暇なんでね。暇なんで蓋してあげて。ちょっとやばいね。いやー、待って、やばい。やばいやばい。マジでやばい。ちょっと俺、下手？汗汗。ちょっと待てよ。いいか、落ち着いて。落ち着いていきましょう。いやー、全然いい、全然。落ち着けば俺勝てるんでね。よいしょ。落ち着いたらね、俺ちょっと上手いのよ。ちょっとだけね。さあ、で、いや、あるな。スケキンスケラ、生きてー、これ。これめっちゃありだな。インドそこでしかも咲いたら、ね、この盾溶かせないでしょっていう君。さあ、スケラ打って、スキル打って、矢なめむと。もういっぱい打つもあるんだけど、打つもありすぎる。いや、オッケーオッケー。相手はね、やっぱスケキンのスケに、あれ全然プレッシャーなってねえな。お、マジか、ちょっと待って。スケルトンキング、お前、大丈夫か、お前、本当に大丈夫か、強化されたか。まだ、多分強化されてねえ、これ。絶対強化されてないな。多分あれだ、運営多分ミスってんな。ね、強化されてるわけないもんね、これで。これで強化されてたら、だってもう、ね、弱いもんね。ちょっと、されてないよね。俺もされてないと思う。いや、でも、単純にスケラが入る。
よくき、スキル、スキル。いや、いいよ、いいよ。ごー、よくき、よくき、よくやった、スキルとなし。よくやった。よくやったよ。スケキンがプレッシャーになってたシーンはね、ワンチャンラストね、かすってましたけど。ちょっとだけね。いやー、まあ、あんま変わんねえな。いや、どうなんだろうな。なんか正直、あんま変わんないと思うんですよね、僕は。弱いに一票。はい。さあ、ちょっと圧着どんなもんかね、これだけやっていきたいと思います。いや、僕はね、結構弱い寄りのね、意見なんですよね。今回圧着衛。圧着衛強かったのね、僕の中では、防衛でスキル使って、ね、大活躍。で、最後に攻めでもう一回、プレッシャー与える。あれがね、めっちゃ強かったと思うんですよ。で、スキルのね、クールタイム時間が11秒から15になったっていうのは結構でかくて、攻めでね、多分ほとんど使えなくなるんじゃないか。まあ、防衛で使わなかったら攻めでも使えると思うんですけど、そしたら絶対使ってくるっていうのもバレますし、まあ、圧着1回目のスキルを結構低めのね、位置で使えれば2回目使えるかもしれないんですけど、なんかスキル2回ほとんど使えなくなっちゃったらどうなんだろうっていう思いがね、やっぱあるよね。そう、ザッピー、ドリトンってなると、あんま見ないな、わかんないね。そうさ、圧着衛ね。圧着衛、この子ね。まあ、好きな後、透明時間も減ってるので、しっかりなんか盾もね、準備しとかないと、行かれちゃうよねって。そこ透明、ちょっと待って、こっちの人気をつけ。やばい、これ待って、圧着衛やめて。圧着衛、それ、勝手に死ぬ。やめて。でも、これは、スキル間に合うかな。いや、間に合いそうだな。いや、待って、あと1、いや、あとちょっと全然止まらへんけん。あとちょっと全然止まんなかったんだけど、今びっくりするぐらい。さあ、まあさすがにこれはスキル使おう。さあ、使うと多分ね、ぶっ刺さるんだよね。まあこれ、まあさすがにこれはね、状況が良すぎるんだけど、今。まあさすがに強いな、今の。今のは強い。てか2回使えたね。あれって。なんかもう普通に使えちゃったわ。なんか時間1回目使ってから結構時間が経てばね、使えるのかなっていう。普通多分15秒って、あとちょっと見た、あのスキルの縁の。あとちょっと全然たまんなかったんだよな。ね、あれで焦ってスキルとか使ってね、1コス無駄になるみたいなのもちょっと怖いですしね。さあ、とりあえず檻とか置いて、ボンパー来たんだね。逆サイ豚行って、トリティニアと。ライトニングはまあ、打つ必要なさそうだけどね。さあ、打っちゃうか。マザネクに取っといてもよかったけど、さあ、圧着に登場していきましょう。3.5 秒から3秒になりました。皆さん、はい、数えてください。見抜いてください。わかりますか？あ、でもまあ、あんまわかんないか。どうなんだ？ちょっとでも短い。ちょっと短いよなっていう。多分、圧着衛好きだった方はね、すごいわかると思う。結構短くなってる。さあ、豚。で、もう一回スキル、まあ、使えるね。スキル、圧着衛の出す位置低めにさえしてしまえば、2回目のスキルはまあ、使えることがわかったと。さあ、ライトニングあれば落ちるので、まあ、檻と、ライトと。さあ、そんなわけで、まあ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 、まだまあ使えるね。圧倒的にスケキンよりは使えるね。スケキンの本当に変わったかわかんない、ちょっと弱いじゃんよりは、まあまあ、まだ活躍してくれる。まあ、前までのぶっ壊れ具合はどうだろうな。ちょっともう一回ね、やりながらそう確かめていこう。さあ、よろしく。ぶっ壊れ具合ね。でも透明化がやっぱ早くなった分、今までよりもやっぱ対処しやすくなったし、まあ、みんなも だんだんね、慣れてくると思うので、まあ、そうなると、なんか圧着衣を使うってよりかは、まあ、別に圧着衣対策すればなんとかなるぐらいの感覚かな。なんかもう圧着衣一強だったのが、そうじゃなくなると思うんだよね、俺はね。でも俺怖いの、マジ、いつも俺なんか、このカード絶対強いじゃん。いや、このカード絶対弱いじゃん。もう全然みんなと意見違うね。怖いね。さあ、スキル使う。透明化。いや、頑張ったね。圧着衣頑張ったよ、よく。で、もう一周が、今までここが当たり前にね、間に合ってました。さあ、4秒遅くなったので、今ぐらいに使えたんですよ。いや、ここで使えないので、意外とこうなんか雑にね、圧着衣されちゃうと、これもう一個逆サイですね。カウンターがやっぱ怖くなっちゃう。そして今回の相手はなんと小屋小屋ですね。いやマジ俺小屋小屋めっちゃ使うんだけどさ、小屋小屋ともめっちゃマッチングするんだよね。運命もしかして。ね、やばい、あれ、打っちゃうか。さよなら、小屋。
さメガナイトもありましたね。まあ、着衣はまあでも余裕で使えるよね。前とあんまり差はないことはない。ちょっとは弱くなってると思います。透明化時間がやっぱ短くなってるのもでかいし、普通にカバー早くしないといけないんでね、アイゴレナイト、バルキリーとかの蓋をってなるとよりコスト使わないといけないくなりますし、ウッチャがめんどくさいやな、めんどくさいよね正直。コスト余分に使わないといけないですしね。あと2回目のスキルも間に合わないってなったら、簡単に処理されちゃうから、防衛で当たり前に使えて、攻めで当たり前に使えたっていうのがやっぱなくなるってなると結構痛いな。痛え、俺のウッドがハゲてる。さあこれ舞台行きたいんだけど、ロイフォ嫌だよね。どうしようこれ。まあ小屋にライト打っていくかね、イモリましょう。小屋にライト打って、イモってイモリ作戦で勝ちたいと思います。ああ、おいし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 。さあ、即ライト、メガナイト来てね、飛来しされちゃうんでね。急いでライト打って。さあ、マッスル、頑張れ。これ、端前メガナイト来ちゃうやつ、もしかして。ああ、透明化使ってないんで、一丁使います。さあ、ここはちょっと溶かしてもらって。え？待って、透明化さ。え？なんで間に合って、え？なんで間に合ってないっていうかね、なんでだ？ちょっと遅いのか、いつもなんか踏まれてから間に合ったような気もしないこともなかったんだけど、ちょっと汗。今の透明化のやつは単純にまあ僕のミスだと思うんだけど、いやー入んねえか、全然入んねえな。あいにさあスキル、まあこれは一回使えそうだな。ぶっちゃけ痛い。さあ1周目、でこれ2周目ですね。いや全然間に合わん。え、待って、やばい、全然間に合わんわ。あれね、今のもうちょっと欲しかったよね。もうちょっと欲しかったんだよな。思った以上に間に合わなかったね。やばい、ちょっと待って、痛い。さあちょっと攻めていかなきゃね。ダメージね、負けてるんで。いやこれは結構でかいぞ。バカ入れじゃない。いや、マッスル来るか。俺と最近マッスル来てるからね。マッスルパンチ、オーケー。さあ、マッスルで勝っただけなんですけど、なんかでも、着衣、あれなんか、ね、簡単に処理されるくね。でもあれ、やばいね。なんかあんまり強くないというかね、なんか、前が強かったからな、使い勝手ちょっと悪くなっちゃったなっていう印象を受けましたね。はい、まあそんなわけで、ちょっと今日、スケキンと着衣使ったんですけど、個人的にスケルトンキングは、まあ、まだ弱いよな。で、着衣は、まあ前が強すぎたから、ちょっと弱く感じるけど、まだ使えるとは思う。まだ使えると思うけど、なんか全体的にはゴールドナイトの方が優秀かなっていうイメージがあるね。まあ今日ゴールドナイト使えてはないんですけど、まあまたね動画上がると思うんで、ちょっとそちらもね見てみてください。いや、チャンピオンな、全体的にもっとぶっ壊れになると思ったんですけど、個人的にはそんな変わんない。あ、着衣ちょっと弱くなって、スケキン弱いままかなと思います。まあ他のね、YouTuber がどんなね、意見出すのかもちょっとね、はい、見てみたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。